こんにちは、ミミです。今日は館内の伊勢崎モールまで来てます。川村屋が見えてきました。こちらのラーメンもすごく美味しかったです。乃木寄のラーメン屋さんに行こうと思ってるんですけど、まだ行ったことがないので迷いそうな予感がします。乃木の方は小道が多いので分かりにくいんですよね。この辺りを3周ぐらいしてしまいました。行列を発見しました。これは並ぶ場所になってるんですね。行列からすぐのところに横浜へ地下を発見しました。近所迷惑にならないように駐車場で待つようになってるんですね。お店の中を覗いたら満席だったので、駐車場で並び直したいと思います。並んでる時にメニューを聞かれました。やっと入店できました。入り口で自分でお水と箸を持ってくるようになってます。以前横浜駅のアソビルの中の横浜へ地下は行ったんですけど、こちらは初めてです。煮干しそば850円、肉増しが300円でした。横浜で食べた時のチャーシューが衝撃的に美味しくって肉増しをしてしまいました。スープはどんな感じでしょうか。少しとろみがあるように見えますが、すごく濃厚そうです。濃厚で美味しいです。横浜で飲んだ時のスープよりかは少し塩味があるような気がするんですけど、それがまたお店によって違うのが楽しいですね。最後の一滴まで飲めるスープになってます。柔らかそうなチャーシューをいただきたいと思います。魚介風味の生ハムという感じでめちゃくちゃ美味しいです。玉ねぎがたくさん入ってます。最近玉ねぎが高騰しているので貴重です。玉ねぎを巻いていただきたいと思います。生玉ねぎとチャーシューがすごく合います。東京製麺の麺が出てきました。美味しそうです。麺をいただきたいと思います。パツパツ麺ではないんですけど、トゥルントゥルンしてて美味しいんですよね。こちらの横浜へ地下の本店は2019年から100名店に連続で選ばれてます。このスープと麺がすごくマッチしてるんですよね。女性客もかなり多くって、連食してる人もたくさんいました。連食できそうな量ではあるんですけど、この辺はたくさんお店があるので、シミのラーメンにもぴったりかと思います。今回もまたオーソドックスなメニューを注文してしまったんですけど、マグロの中華そばやニラの煮干しそば、あとはオマールのエビそばも日によってあるみたいなので、挑戦してみたいですね。ラーメンの完成度が高いせいか、調味料は一切置いてありませんでした。煮干しなのにこんなにクリーミーに仕上がってるのがすごいですね。全然臭みもないんです。煮干しが苦手な方も一度トライしてもらいたいですね。
全部飲めました。ごちそうさまでした。